い、ということで、今日は円谷由子さんです。どうも。こんばんは。こんばんは。円谷さんは今19歳。はい。ね、この歌の世界入ってどれぐらいなんですか？まだ2年経ってないですね。2年経って17ぐらいから。そうですね。どういうきっかけで歌やりだしたんですか？私はももこクラブっていう番組に出てます。そこから出てきたと。はい。もうじゃあ2年で今何枚ぐらいレコード？シングル今度の曲で5枚目に。5枚目。なんか今度春にまたニュー LP とか。そうなんですよ。アルバムとシングルを出す予定、ね、で今日歌ってくれるのはこれはいつ出た歌ですか？これは去年出たんです。19歳というタイトルですけど、はい、この歌男歌ですよね。男の子の歌ですよね。僕っていう、ね、僕なんかも自分で女歌っていうのね、女の人の歌を歌う時ってすごい難しいなと思うんだけど、男歌ってのはどうですか？いや、やっぱり難しいですね。なんか変に可愛く歌えないし。そうだよね、うんうん、それ結構苦労しました。気持ちをこう入れるのがすごく大変でした。なるほどね。だから友達と電話したりとかして、うんうん、こういう状況ってわかるって言って聞いたりとか、うん、僕すごいこうすごいドキッとした歌詞があってさ、はい、彼女はベッドを経験している、はいね、すごいこういい表現だよね。すごいですね。直接的だけどものすごくこうなんかわかるな、いい表現だなと思ったんだけど、うんね、そこら辺なんかも当然歌詞で出てきますからね、はい。じゃあ歌っていただきますね。円谷由子さんです。19歳、よろしく。生きてる一番。